地域計画研究室の増田です。バックグラウンドは都市計画とかまちづくりの話を研究しています。そもそもは、都市はどういうふうにできているのかとか、効率的な都市のマネジメントはどうあるべきかというようなことを研究してきました。で、さらに、東日本大震災の前後からですね、東北大にある国際の災害科学研究所の兼務もやっています。で、その中で、地域防災とか、地域経済の産業復興とか、そういう調査もやっておりますので、そういう問題にも関心のある方はぜひ研究室に顔を出してください。また大学でお会いしましょう。